はい、引き続いて、切り抜きが終わったとこですね。これで、トレッド面4つ全部切り抜きが終わりました。はい、これでもう一回ね、切り抜いたパーツの確認をします。先ほどのタイヤの面、ノーズコーンからインダクションポットにかけてのパーツ、サイドポンツーン、これがコクピット、これが、ノーズコーンの下側、ここに来る部分ですね。はい、大きいパーツ以上。あと細かいパーツね、これタイヤの側面と、まあ、ホイールの部分のパーツ、これはある程度の大きさのギアボックス等のパーツ、この辺ちっちゃいパーツで、あとは貼り合わせパーツですね。フロントサスとかアンダートレーンも含め、大きいパーツもちっちゃいパーツもここに貼り合わせパーツが入ってます。はい、で以上ですね。でこれが切り抜いたゴミですね。こんな感じで分類をしてあります。それじゃあね、引き続き、貼り合わせパーツの加工に行ってみたいと思います。ここからはね、このピンセット、これが、役に立ってきます。一回全部出して、確認をしながらやっていきます。はい、ですね。これアンダートレイ、この部分とこの部分を貼り合わせます。続いて、フロントの横短板、これもいいですね。はい、2ついいですね。はい、これがリアウィングステー、これもいいですね。これはフロントサス、フロントサスか、これもサスペンションですね。いいですね、いいですね。はい、こちらもいいですね。はい、サスをずっといってみましょうかね。はい、いいですね。はい、はい、サスとかステール、だいたいこれでいきましたかね。はい、で、これリアウィングの横短板ですね。ここの位置よく合わせて、折っときましょう。はい、こちらももう1枚同様に処理しておきます。はい、これは貼り合わせパーツじゃないですね。こちらも貼り合わせパーツ、こっちもいいですね。はい、これもフロントウィングのプレート、はい、裏が大丈夫ですね。のりしろのところチェックしています。はい、これも貼り合わせパーツいいですね。はい、テールランプ、これステーがありましたね。はい、もう1個ステー。で、ここが切り抜きの段階でも言ってましたように、ここちょっと丸く仕上げたいので、こういうふうな折り曲げ用の細い棒で、きちカチッと折らないで、丸めます。丸める、丸め折りっていうんですかね。で、最終的にはこの奥の方には糊をつけないで、この手前半分ぐらいを接着して、先端の丸みは残すと、そういう表現をしたいということで、カチッと折りませんでした。もう一つ折ります。同じく折って、この端っこだけは合わせておきます。はい、いいですね。これリアウィングですね。これも同様に折ってきます。どうしてもね、ウィングの先端は、どちらかというと丸まってるっていうことなので、そうしたいなということで、カチッとあまり折らないです。細いところもそうですね。はい、
こはまあ細いのであまり丸くはうまくできないんですけども、カチッとのりし、折り筋をつけておるのとちょっと違った風合いで最後仕上がるので、丸みを持った感じで仕上げる場合は折り筋を入れません。はい、これも同様に、折っていきます。はい、こちらの方も端っこを合わせていきます。はい、はい、ラスト1個、はい、ここね、白くなってるところは切り込みなんですけども、貼り合わせが終わった後ここは切り抜いていきます。はい、あと細かいパーツ、これね、ここの部分だけ貼り合わせですので、バックミラーのステー部分だけ貼り合わせの加工します。はい、こちらもラジエーター、オイルクーラーですかね。はい、ここの部分だけ貼り合わせになるので処理をしておきます。はい、あとこれも細かいパーツですけど処理をしておきます。はい、これで貼り合わせの準備ができました。はい、じゃあこれをね、早速じゃあ貼り合わせていきます。ボンドなんですが、水溶きボンドを最近使ってたりしますけれども、さらに最近、こういう細くねボンドが出せるノズル付きのものを使って、貼り付けたりしてます。で、ちょっと詰まったりしたりするのでこういうもので時々掃除をしてやって、貼れるように加工してきます。この針はね100均で何種類か入ってる針を入手して使ってます。ちょっと糊の調子が良くないな。でここで一旦切ります。